はい、2024年6月の3日月曜日。合ってるね。本日で、マンション購入して8日目ということで、ゴミね、なんかすっごい片付けたつもりなんだけど、なんか増えたように見えるなっていうのは、このね、食器とかを、このカウンターの上に置いてたやつを、ここにわさーっと、出してきたりしたのが、あとね、壁紙剥がしたやつもね、ああいうのは、うちの母が、手伝いに来るって言ってたので、誰でもできるようなことは、任せて、っていう感じでね、お仕事分担していこうと思っておりますので、ちょっとあのままになってますけども、いつ住めるようになるんだろうっていう感じですが、まだね、業者が決まってないのね。このリフォームをするね。ちょっと今、検討中です。なかなかね、難しいですね。ちょっと斬新な、このキッチンの場所にバスルームって、今のバスルームにキッチンっていう感じで、ちょっと大掛かりなリフォームになるので、なかなかちょっと苦戦しております。業者探しにね。というわけで、本日は、昨日撮った動画ではね、ここの扉をまず取っていこうっていうふうに話してたんですが、水道が使えるようになりましたので、水道ね。なので、今日はトイレをまず使えるようにしようということで、トイレをやっていこうと思います。ちょっと待って。意外とっていうか、プチ潔癖症なんでね、なんかこういうところとか素手は嫌。なんかね、ちょっと嫌なのね。なので、ちょっと手袋してきます。これね、残留物、なんか、手袋いっぱいあったので、これ活用させてもらってます。で、これがね、お！今一瞬で開いたのに。これがね、なんかね、上が引っかかるみたいで、一回閉めちゃうと、開けるのにね、ここコツがあるんだよね。よし。でね、もうここがほら、もう壊れちゃってんの。蛇口ついてるだけ。しかもなんか養生テープで無理やりノブをくっつけてあるだけなので。ひどくない？ そして、幅がめっちゃ狭いっていう。1、2、3までいかないもんね。ちっちゃいよね。というわけで、まだね、電気は契約してないんだ。だから、昼間の明るい時計じゃないと作業ができないので、こんな感じで。換気扇も、ああいうのもね、なんか掃除する方が手間かかっちゃうし、もう古いのでいつ壊れてもいいような状態なので、あれは買い替えようと思います。ああいうちょっと古い照明とかね。で、壁紙もかなり、なんか中途半端に張り替えたんだね。なんか余った壁紙を貼ったって感じなのかな。トイレは節水タイプのためペーパーが詰まりやすいから気をつけてねって書いてありますね。なんかこの便器は2020年もしくは21年、なんか資料がね、20年って書いてあるのと21年って書いてあるのと両方、なんかどっちか分かんないけど、まあ、とりあえず新しくなってるようなので、このね、周りをちょっと今日は手をつけていこうと思います。
っとね、暗いから作業しにくいかな。まあ、しょうがないね。やっていきます。というわけで、まだこの剥がしたのそのまんまですが、なんとか全部剥がせました。もうね、古いから、なんかね、もう、壁紙が部分的に、もう、ボロボロなので、ちぎれちゃってね、ちょっと剥がすの大変でした。で、なんか部分的になんか多分剥がれてた部分とか汚いところを、DIY で、なんかシールみたいな壁紙、あれをなんか部分的に貼ったみたいで、ちょっと剥がすの苦労しましたが、なんとか、ね、ちょっと換気扇も外して、ちょっと照明もブラーンってなってるけど、こんな感じでね。剥がしました。この木の部分を塗装して、で、壁紙にしようか。でもトイレだから漆喰でもいいかなと思いつつ、ちょっと考えてみます。このね、残地物のこのお布団、なんか肌掛け布団みたいなのがあったので、便器ね、せっかく便器は新しいからね、ちょっとこんな感じでガードしてます。ちょうど脚立が入ってよかった。このタイルの部分も、もうあれかな、もう全部漆喰塗っちゃおうかな。ちょっと考えてみようと思います。はい、2024年6月の4日火曜日、本日でマンション購入して9日目というわけで、昨日はですね、トイレね、トイレの壁紙を天井から全部取って、あの照明はなんかね、意外と綺麗だった。新しい感じで陶器でできてるのね、あれね。なんかプラスチックのチャッチのじゃなくて、なんか陶器製でした。で、あの換気扇はなんかあんなごっついのが入ってるので、ちょっと拭いたけど、錆びてる部分とかもうちょっとメンテしないとダメかな。まあ、こんな感じで、もう古かったんで、あの辺、このね、隅っこのところ、地とか見るとちょっとコンクリがボロボロしてるところもあるので、この辺もせっかくなんで埋めて、で壁は漆喰塗ろうと思います。漆喰か壁紙か悩んだんだけど、この上の部分は、漆喰にして、でこのタイルのところ、なんかね、タイルの上にあの壁紙意外といけるっていう情報があったので、このタイルの部分は壁紙にしてみようかなと今のところね。あとこの下もね、クッションフロアを敷いちゃおうかなと思ってます。で、この扉をね、どうしようかって感じです。もうこの辺とかね、まあ取っ手は買わないといけないね、これね。あ、もう壊れちゃってるね。取っ手を買って塗り替えてにするか。ちょっと予算がないので、これは再生しようと思います。塗ればちょっと綺麗になるでしょう。と変えられるかな。まあ、なんとかなるでしょう。なんとかね。なんとかなる。よし、ってわけで今日はね、このカーテンレールを外し、カーテンレールじゃないわ。アコーディオンカーテン。これもいらないからね。ここを取ってすっきりさせて、あとは。今日この小型家電を、ゴミをね、ちょっと出しに手伝ってくれるっていう人がいるので、今日この小型家電とはさようならです。見て、この掃除機とか。
なんか物持ちのいい人だったのか、物が捨てられない人だったのか、まあ、まだちょっと電気契約してないので使えるかどうかは分かんないんだけど、確認はしてないんだけど、まあ今日でさようならになります。そしてここね、捨てやすいように、扉とかね、パタンパタンするものはこうちょっと解体して、でこのね、今日この上なので今日はアコーディオンカーテンとこの扉を全部ね外してしまおうと思います。まあ、このトイレの換気扇がね、もうすっごい汚かったの。だからつけていったんだけど、どのぐらい汚れが落ちてるかな。よし、今日も頑張っていきます。そして、景色最高。海って青いね。当たり前なんだけど。雲が結構多いけど晴れました。ただね、ちょっと風がめちゃめちゃ今日は強いですね。というわけで作業の方頑張っていこうと思いはい、まといす。うわけで、今日の労働はここね。まあなかなか取るの大変でした。もうなんかやっぱりお風呂場とかだとね、湿気があるところなんで、ネジとかがね、なんかもうすごいこびりついてるような感じで、ちょっと取るの苦労しました。こちらね、カーテンレールを外して、で、ついでにね、ここでね、電球がうんともすんとも、照明器具がね、全然動かないの。なので、もう今日はちょっと力が残ってないので、明日、あそこの一部分がね、ちょっと残っちゃったけど、だいぶ、ここは壁紙を剥がして、で、ここにあったね、昭和の家電たちが旅立っていきました。で、代わりに、この扉ね、これも金属の部分とか分類すれば燃えるゴミで、ちっちゃくすればね、燃えるゴミで出せるかもっていうことなので、ちょっとちまちまやっていこうと思います。なので扉は、全て外すことができました。あと、ここにあった電子レンジもね、今日もらいにね来てくれた人がいて、冷蔵庫も今度台車持ってくるので、ただちょっと使えるかわかんないんだけどね、さすがに使えない冷蔵庫を置いとくっていうのはないだろうと思うので、使えるとは思うんだけど、まだ電気ここを通ってないので確認ができてないんだけど、もらってくれたらね、こういうのはゴミ捨てるのにお金かかっちゃうので、もらってくれたらね、ありがたいなーっていう感じです。というわけで本日は、意外とね、ちょっと上の方の作業とかは疲れますね。戸棚の扉を全て取って、小型カーテンを見送って、カーテンレールを、カーテンレールじゃない、アコーディオンカーテンを外して、ここのね、壁紙を外しました。ちょっとね、ここがね、なんか抜けそうなの。抜けそうっていうのはなんか何にもなさそうなので、トイレがここ非常になんか暗いんですよね。なんていうの、なんか圧迫感っていうか、もう暗いし、だからちょっとここに明かり取りの窓をつけようかなって、ここからね光が入ったらだいぶ違うかなと思うので、どうもね抜けそうなので、ちょっと電気の配線とかを確認して抜く方向でちょっと検討しております。はい、というわけで本日は2024年6月の5日
今日は水曜日かな、本日でマンション購入してから10日目というわけで、もう毎日ね1時間から2時間ぐらいしか作業時間がないので、全然片付いてるように、でもだいぶ床が見えてきましたね。この辺がもう金属のものはね売れるので、ちょっとここにまとめてあります。でテレビとかはね、またあのリサイクル料金とかお金がかかるので、この辺はでもだいぶ減りましたね。でセットもので、今日はねここの照明を、いや照明がね、まあ普通最近の家庭はまあこういうねカチャッとはめるものが主流だと思うんですけど、あちらのねこう壁についてたやつとか、あれとか電気屋さんじゃないと外せないやつ、こんなの初めて見た。昔はねみんななんかこういう感じだから、町の電気屋さんとかもねお仕事いっぱいあったんでしょうね。ね、なので、友達がね電気工事士の資格を持っているので、友達が来た時に外してもらおうと思います。なんかねこの形状のものが多いので、古い物件ってなんかそうなんだろうね。でここの昨日取れなくてちょっと悪戦苦闘してたところも取れましたけど、これももうあのくっついちゃってるやつね、まああそこもそうだけど、だ結局なんかねもうでここも取り替えないとということで、換気扇も取り替えることにしました。まあ何かとね、古い物件ってこういうところが大変なんですね。新しいものだとねなんか照明を変えるっていうのもまあ基本ああいう感じでねカチャッと取り外しができるので簡単に素人でも誰でも交換できるけど、古い物件はねこういうところがねプロの人に頼まないとできないっていうのが、電気系統関係は電気工事士の資格がないと、資格がない人はねやっちゃいけないっていうことになってますので、まあ、こういうところにお金がかかっていくようになってるんですね。こういうところはちょっと盲点かもしれないですね。というわけで、まあ、ざっくりと照明の方は外れましたので、せっせと今日は壁紙剥がしのね壁紙剥がしを地道に続けていこうと思います、はい、というわけで本日はもうここの面がね全部剥がして、このねここの部分はやっぱり日が当たるしね雨も吹き込んでた部分なので、もうねボロボロなんかピーって剥がれないのね、ポロ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 取れちゃうので、ちょっと剥がすの苦戦してます。なんせねここがほら見てこんな感じでサッシからの吹き込みで、でここ別荘として使ってたようでほとんど来てなかったんだろうね。雨が吹き込んで水たまりになってそのまんま何日も放置って感じでどんどん腐っていっちゃったと思うんだ。ここがねこんなにもう床も下がっちゃってるので、なのでこの天井の壁紙はもうもっそもそになってるので全然剥がすのここはちょっと時間かかりそうですね。そしてもうねずっと上向いてると疲れちゃってで飽きてくるしね、なのでこの食器棚とシステムキッチンのこの戸についてるこの金具をねちまちま
ネジ一体何個外したんだろう。これだったらね、燃えるゴミとして出せるので、あとはこれだけ。また天井の壁紙外しで上向いてるの疲れてきたら、またこのネジネジを取るっていう感じでね、やっていこうと思います。これあと何ヶ月かかるんだろう。あ、取った金具がほらこんなに取りましたよ。はい、というわけで、マンションを購入してから本日で10日目、ちょっとずつちょっとずつですが、進んでおります。